谷本富から九百四十六年二月一日は、明治時代から昭和初期にかけての日本の教育学者、豪はナシアン。はじめ、ヘルバルト主義教育を紹介、その後国家主義教育、新教育、実験主義教育などを提唱した、佐ヌ国高松生まれ、松山公立病院附属院学所、同忍者を卒業後、帝国大学文科大学専科生となり、 哲学前科を修了。さらに特約制教育学科で親と異教師、ハウスクネヒトからヘルバルト教育学を学んだ。1890年に山口高等中学校教授となり、1894年には日高真実の公認として高等師範学校教授となった。同校時代には1898年に将来の教育学を表している。 1900年から3年間にヨーロッパに留学し、帰国後、京都帝国大学理工科大学講師に就任。1906年間の新教育学講義は留学の成果であり、それまでのヘルバルトイントから転じて、新教育を強く提唱した。1905年に文学博士、翌年に京都帝国大学文科大学教授となり、新設の教育学教授法講座を担当。 1910年には再び海外に留学した。しかし1912年9月、大阪毎日新聞市場で、野木マレスケの巡視を、その小士的質素、順直な性格はいかにも立派なるにもかかわらず、なんとなくわざと飾れるように思われて、心ひそかにこれを開始としなかったなどと批判したことから強い非難を浴びる。翌1913年、兼任していた大谷大学、 神戸高等商業学校を辞任。さらに、同年8月、京都帝国大学総長、沢柳正太郎により、谷本を含む7教授が、辞表提出を強要され、辞職に追い込まれた。谷本ら7教授は、兄弟において、さほどの指示を受けておらず、後に、兄弟の教授陣も、この退職を是非なしと認めている。その後は、著述家、論客として活動し、 流国大学講師、大阪毎日新聞医者顧問も務めている。ありがとうございます。